はい、続いて前作ったこのピンクの鉢を利用してラナンキュラス、白とピンクになるんやろか、なんやろ、黄色と赤になるんやろかのラナンキュラスとシルバーレース、リーフで、このマイクロワックスっていうなんかピンクのお花を植えたいです。はい、排水の良い土、鹿沼土、鹿沼土いっぱい入れてる、これは入ってないな、水はけの良い土、よし、やっぱでも水はけがいいやつやね、どうしたらいいやろ、こんな感じ、まあ、って考えようか、地底石、多すぎる。これでも多すぎる。まあこんな感じで。よいしょ。さっきの土にちょっと可能性を何しといてと、よっしゃ、ラナンキュラス、うん、ラナンキュラス、こんなもんでいいんちゃうかな、ただ向きだけ、うん、うん、こんな感じにしといて、
ちょっとこう斜め向きに垂れる斜めにしよう。ね、うん、こんな感じでやっていきましょうか。はい。うん、で、こんな感じかな。こんな感じかな。こんな感じ。うん、よし、うん、だいぶスカスカやけれども、多分こんなんの方が大きくなるやろうなと思って、うん、可愛くできました。よし、固めたらいいな。本当固めようかな。
絡めちゃいましょう。うん、いいですね。うん、絡め作戦。よし、どうだ、これも可愛いだろう。楽しいな、めっちゃ楽しいな。あ、かけてみよう。うん、すごくいい感じにできました。はい、水やります。よし、はい、完成。